はい、2020年4月4日です。本日すでに数学と理科の授業を発信しましたが、本日4月4日は、船橋市教育委員会として重要な決定があったので、まあ、そのことを中心に、まあ、新型コロナウイルス対策の船橋の現状について報告と私の、まあ、この授業の在り方について、少しご報告したいというふうに思います。それではここでいいのかな、すいません、ここでいいんですね。はい、まず船橋の新型コロナウイルス対策の学校対応と私のウェブ授業についてということですが、4月4日です。でまず、まあ、ネット上で相当議論になってました。私が Facebook、Twitter とか公式サイトで発信している情報に対しても様々ご意見をいただきました。4月3日時点では4月10日からの学校活動を再開する方針でありました。ところが急転直下、翌日である本日4月8日にゴールデンウィーク明けまでの学校休校が教育委員会で決定されました。でその内容は、まあ、私の公式サイトにすべて今日報告している内容の文書は載せてありますので、後でご確認いただければと思うんですが、始業式、入学式は縮小して実施すると、その後、また臨時休業に入ると、そしてその臨時休業中は、まあ、週に1回分散登校をして、学習の状況やまあ、その生徒たちの状況確認をするということですね。で大体、東京都の多くの区が出した方向性、港区なんかも含む、多くの区が出した方向性と近い形になりました。それでは、なぜ一昨日まで、まあ、4月3日まで、昨日ですね、4月3日まで臨時休業、まあ、学校4月10日から再開すると言ってたのに、まあ、翌日の本日には休業決定したのかということなんですが、これに関してはちょっとこのことをぜひ踏まえていただき、まあ、知っておいていただければと思うんですね。議会と市長の部局、船橋市長がやっている行政事務、そして船橋教育委員会との関係は、二元代表制という関係になっております。で、二元代表制というのは市長も、市長が選挙で選ばれると、で議員も選挙で選ばれる、二つの選挙の代表が市民の代表としてあって、それがそれぞれ緊張関係を持ちながら、特に議会が市長部局をチェックしていくという関係です。あと市長部局 と、教育委員会も実は独立の関係なんですね。やっぱり教育の内容に政治家であるのとして選挙として当選してくる市長が直接内容まで口を挟むのは良くないだろうということで、教育委員会は独立の行政委員会となっております。ということで、適度な緊張関係は必要で、私もそのために仕事をしているわけですが、ちょっとこういう緊急事態になった時に、まあ、まず優先しなきゃいけないのは、教育委員会はもう今この対応がその手一杯なんですね。その学校への連絡とかそういうことで、でそれに対してあまり必要以上に、まあ、議会の議員が、言い過ぎることは良くない。私も当然提案はしますし、これからも提案しますけど、それは非常に謙虚な形で提案せざるを得ないんですね。やはり、一番の対応の最前線に当たっている教育委員会そのものの、決定に対して、まあ、当然市民の方から異なる意見とか、こうした方がいいんじゃないかという意見があったら伝えますけど、じゃあ、通常時のように絶対これをやりなさいという形で伝えるかというと、例えば交渉話し合いをずっと30分とかずっとするかというと、それは控えております。やはり今はある意味では教育委員会の良識に任せるしかないという状況にあります。でその中で、実は方向転換が起こったんですね。でその方向転換の意味合いということですが、なんで急にそんなに方向転換したのかと感じになるかもしれませんけど、私はこの方向転換っていうのは状況を踏まえた上で、まあ、十分あり得たというふうに思います。というのは、なぜ船橋教育委員会が、昨日の時点で、
まあ、再開しようと考えて、私もさ、単純に言えば、その子供たちは学校に行ってほしいんですね。単純に、やはり教育、どんどん教育が遅れるし、子供たち同士のその、なんていうかな、交流もなくなってしまってる状態で、自宅にだけ閉じこもってのはあんまり良くない状態なんで、本当は学校再開させたいというのが前提なんですけど、その再開できるんじゃないかという見通しがあったんです。で、それは、6例目まで3月27日時点で発生してました。とか、その6例目、1例目から2例目の調査は、追跡調査はもう終了しており、で3例目、4例目、5例目、6例目は、海外渡航の方だったんですね、すべて。まあ、海外渡航の方だったんで、で、それについても把握されてたということで、その時点で、まあ、これだったら学校再開、まあ、当然、いろんな注意しながら学校再開するのはできるんじゃないかという判断を教育委員会が多分して、まあ、3月3日時点では教育活動方針再開ということでした。ところが、急転的な状況が起こったんですね。としてもあんまり悲観をされないでほしいんですが、7月の、7例目から10例目が4月3日に報告されました。で、ここの方々が海外渡航歴がないんですね、ということ、それと本日付で、17例、まあ、17例というのはプラス7例ですね、11例目から17例目がたくさん発生、発生したということですね。で、これ、まあ、ある意味では、急増えていってしまっている状況でありますけど、逆に言うときちんと把握できているということですので、まあ、きちんと把握し、まあ、市民の皆様に報告しているということですので、まあ、その点はご理解いただきたいんですが、まあ、その中で海外渡航歴の人の比率は、まあ、今のところ、ほとんどないんですね。で、接触、その過去の事例との接触例が確認しているのが1人ありますけど、という、ちょっと特にこの3日、4日でその、まあ、感染者が増えたという事例がありますので、やはりこれは急転直下、学校休業をゴールデンウィーク明けまで踏み切るという判断をしたんではないかというふうに推測いたします。で、それでは臨時休業中の、内容なんですが、さっき言ったように登校日を設けて、学習などのチェックとか、家庭との連絡をすると、あと船っ子教室については臨時休業しますので臨時休室になると、で放課後ルームについては、まあ、臨時受付も、行うと、これはこれまでの方針通りですね、ということです。さて、それでは、で私の方なんですが、私はまあ市議会議員として、その教育委員会等に提言をしながら、まあ、先ほど言いましたように、今の時期は教育委員会の決定をその都度できるだけ迅速に市民の皆様にお伝えするという役割をしているわけですけど、同時に予備高校生あるいは学習サポートで理科数学を教えてきた経験もありますので、やはり、まあ、自分の能力を、まあ自分のできること、能力というのはちょっと、語弊がありますけど、自分のできることを、この時期にやろうということで、数学と理科の授業を発信してきました。で、今までは春休みまでやるというふうに宣言してたんですが、まあ、学校休業がゴールデンウィーク明け前になりましたので、この数学理科の授業は、まあ、学校休業と同じ時期までは継続実施したいと思います。で、今までは、まあ、とにかく私が説明しできるところからどんどんやってきたわけですが、実は、まあ、休業にしてる中で、特に理科に関係するのが、まあ、理科には4学年ですね、まあ、今、1、2年生は生活科になって理科ではありませんので、理科と算数は、小学校4学年で、中学校、3学年で、7学年になっております。で、この子たちが船橋市内全域で今、学習の機会が非常に絞られてしまってる。まあ、自宅学習といっても、宿題与えられてても教えられなければできませんので、やはりその学習保障をどうしていくかということは、やはり教育委員会として何らかの保障をすべきだということは、これから教育委員会に提言をしていきますけど、それと同時に私自身もできることをやっていこうということで、まあ、今、まあ、これ、教科書、今年採択の教科書決まってます。理科は、東京書籍、算数が、県立館ですね。そして、これ、県
権利館権利館ということで、まあ3月いっぱいが休校してしまったことと、4月も結局開校されないことなんで、2ヶ月分、まあ春休みが入るから実質は2ヶ月分まではならないと思うんですけど、1ヶ月プラスアルファ分ぐらいの授業が実施されてませんので、やっぱりそろそろその授業の補填という発想にすべきかなというふうに思いまして、ちょっと準備が できましたらその授業、学校教科書準拠の形で、ある程度やろうかなというふうに思っているところですが、それがどこまでできるのか、どういう形でできるのかというのがまた未知数でありますので、明日ちょうど、まあ、今千葉県内全部外出自粛という県知事の呼びかけ、まあ、県知事については、台風の時の対応が、まあ、おかしかったということで、私は批判的ではあるんですけど、一応でも現時点で千葉県の代表である県知事から、外出自粛の呼びかけが出ておりますので、まあ、自宅にいますので、ちょっとこれまで収録失敗したものをもう一回、この明日の13時から14時の間に2本ほど発信するのと、それから、Facebook 上だと思うんですが、学校休業の学習について、今日、まあ、今言ったようなことをもうちょっと皆さんの意見を聞きしながら、どんな内容やったらいいかということを、まあ、ウェブで討議していこうかと思っておりますので、まあ、明日13時から14時、まあ、Facebook を除いて、いただいて、私の、その見解、まあ、考えに対してコメントとかいただければ、それを反映させながら、どういう形で発信していくかを考えようと思っておりますので、まあ、ご意見をいただければと思います。ということで、まとめになりますが、正式な、教育委員会からの文書とか、正式な保健所からの報告は、すべて朝倉未来公式サイトに載せておりますので、過去の記録も確認できる形で載せてありますので、今日私がこの口頭とか顔面で説明したことを正確にはそちらの公式サイトの方で確認、ご確認ください。そして、数学理科の授業のあり方ですね、あるいは教育委員会として公的に、授業保障をどうするのかということに対して、ご意見があれば、まあ3355いただいてもいいんですが、ちょうど明日の13時か14時の間に、そのネット上で、まあ、Facebook 上で、それを、議論する、まあ、機会を設けようと思いますので、まあ、ぜひご覧いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。それでは、明日は夜でまた7時から、8時から9時の間で普通に発信しますけど、まあ、特例として13時から14時もやるということですね。明日はよろしくお願いします。